こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画では、クエスト、ペリオドスの狩猟を攻略したいと思います。今回はタイトルがそのままなんだな。はい、見てわかるように、ペリオドスを狩ります。それでは、早速スキルを見ていきましょう。今回発動するスキルですが、通常弾、通常矢アップ、回避距離アップ、耐震、バイオドクターとなります。今回は通常弾装備なんだな。はい、ベリオさんは通常弾と相性が良いので、今回は通常弾装備になります。ところで、耐震やバイオドクターは、何のために発動しているんだ？深い意味はありません。え？私の設定していた、マイセットの通常弾装備が、耐震やバイオドクターがついていたので、そのまま使いました。手抜きか。いやまあ、マイセットの名称が、汎用通常装備、だったので、ザングロトラとか、何にでも担げるように設定したものだと思います。なので、そこまで問題にはならないです。それならいいんだが。また、今回持っていく武器は、八重桜です。標準的で使いやすい、通常弾用の棒弾になります。なお、今回は通常弾がメインとなりますので、猫飯は、通常弾の威力が上がる、猫の射撃術を発動していきます。ブレとか余計なものがつかないから、使いやすい猫飯だな。それでは、ベリオロスの狩猟、行ってみましょう。開幕ホットドリンクを飲んだので、ベリオさん探しに出かけます。そしてベリオさんを見つけたのですが、早速飛んでるんだが、はい、間に合わず、エリチェンされました。なので、また探しに行きます。ようやくベリオさんに会いました。さっきは認識すらしてもらえなかったからな。ベリオさんとの戦闘に関してですが、まず基本的に、砲弾の高さを調節する必要はほとんどありません。そうなのか。見ての通り、ベリオさんは姿勢を低くして行動するため、ちょうどハンターが砲弾を構えた高さに、腕や頭があります。そのため、高さ調整をせずに撃ち抜きたい方向に振り向くだけで、大体弾が当たります。確かに当たってるな。そしてベリオさんの攻撃に関してですが、こんな猫かのような見た目の割に、攻撃の出始めが、あまり早くありません。そのため、空を飛んでの飛び込み攻撃以外は、避けるのがそこまで難しくありません。近接武器で頭を攻撃する場合だと、突進などで被弾するかもですが、砲弾の立ち回りであれば、割と安全に相手をできると思います。あう。早速被弾しているが、まああくまで、おつらない程度という風に考えていただければと思います。なんだかな。次にベリオさんとの攻撃ですが、まずは前足を、率先して打ちにしましょう。前足、正確には爪の破壊です。それが優先なのか。はい、ベリオさんの動作の中で、左右にジャンプしながら回り込む動作がありますが、爪が破壊されている場合、着地時の踏ん張りがつかずによろけます。なるほど。この回り込み動作を潰すため、まずは爪破壊が優先事項となります。さて、ここで一度、時を飛ばしましょう。ベリオさんの右手の爪が破壊されました。痛そうだな。そして爪破壊の結果、このように着地時に隙が生まれました。どちらかというと、ハンターに隙が生まれたように見えたが、こちらのガバは気にしないでください。ここでまた時を飛ばします。
して、その後も、ゼリオさんの頭と手足に執拗な攻撃を加えていましたが、戦い方がネチネチしているな。ゼリオさんの場合は、これが有効なのでしょうがないです。覚えていたからか、ここで選抜的なものに巻き込まれます。なんかあったんだ。なんだ。地面から突如ボルボロスアッシュが生まれました。どんなひどい登場の仕方だよ。びっくりしたでしょう。私もすごくびっくりしました。このまま乱戦に突入することも覚悟しましたが、ここであることを思い出します。あること？発動させてきたスキルにバイオドクターがあることです。小屋子玉一発でベリオがエリチェンしたな。バイオドクターは小屋子玉を当てるとすぐにエリア移動する効果があるのです。なるほどな。私もまさかここでバイオドクターが役立つとは思いませんでした。人生何があるかわからんな。まったくですね。とりあえずひどい登場の仕方をしたボルボロスアッシュは放っておき、仕切り直します。ここで時を飛ばします。ゼリオさんを追い込みましょう。楽しそうだな。こうやって刃倉で戦うのは久々なので、とても楽しいです。撃った時の音がいいですよね。確かにかっこいいな。高校のエフェクトが出たね。多分クリムツとボルボロスアッシュがいますね。ゼリオさんがエリチェンしてくれそうなので、引き続きボルボロスは放置です。また時を飛ばします。さて、ここで終わらせましょう。登場の仕方がかっこいいな。もうほとんど体力残してなかったな。13分41秒でした。今回はタイムよりも、あの乱入に一番びっくりしたぞ。何が起きたかと思いましたよ、本当に。そして、バイオドクターも結構役に立つんだな。バイオドクターが進化を発揮するのは、ラングロトラとの戦いなんですけどね。さて、今回の動画は以上となります。ご視聴、ありがとうございました。